こんにちは、Bレジェンド田中です。今回は弱点部位は筋肥大の鍵というお話をしたいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひご確認ください。皆さんトレーニングを行っていて得意部位、弱点部位はあるでしょうか？トレーニングを行う際は、基本的にボディメイクであれば全身バランスよくメニューを組んでいると思いますが、得意部位というのはですね、普通にバランスよくメニューを組んでいてもこの部位はやたらこう刺激が入って感覚がいい、また胸であれば胸がよく発達するなとか、ベンチプレスであれば他の人よりも成長が早いなとか強いなという部位になると思います。逆に弱点部位っていうところはバランスよくメニューを組んでいても効いてる感じがしないなとか、胸の種目なのに肩がしんどいとか腕がしんどいとか、狙ってる部位に刺激が入らないし重量の伸びも他の人よりも遅かったり、自分のトレーニングのバランスを見てもこの重量だけやたらちょっと伸び悩んでるなという風な状態になると思います。これはもともと骨格や筋肉のつき方、また今まで行ってきた運動の種類によって、ある程度決まってしまいます。得意部位、苦手部位というのはどうしても生まれてきてしまいます。私の場合はですね、腕とか上背部ですね、背中の厚みっていうのが結構苦手です。でトレーニングをやってても相当意識しないとあんまり効いている感じがしない、成長特に遅れている部位になります。苦手部位というのは発達が遅れますね。でしっかりトレーニングを行っていてもなかなか成長してくれない場所になってくると思います。一つのアプローチではあるんですけど、毎日がむしゃらにやるっていうのもそれでうまくいくケースもあれば、そもそも刺激が入りにくいのであれば、そのアプローチをやっていてもですね、成長しない、逆に他の場所に効いてしまって怪我につながるというところもあります。ではどうすればよいのかっていうと、これまでよりも骨格や筋肉の特性やこれまで身につけてきた動作の癖から刺激がどう入るのか、またトレーニング種目によってどう刺激が入るのかっていうところをより深く探求して知ることだと思います。もちろん自分自身で勉強して解剖学やトレーニング理論、マシンの負荷のかかり方などを知るっていうことは大事だとは思うんですけど、やはりこういきなりだと難しいので、一つのアプローチとしてトレーナーのアドバイスや分析を聞いてみるっていうところも良いかなと思います。自身で勉強したりアドバイスを受けることで自分の体の特徴や負荷のかかり方をより深く理解することができるようになると思います。こうすることで筋肉発達が遅れている場所に刺激が入れられるようになったりだとか、それだけではなくてですね、この動作を続けているとこの場所を怪我する、例えばベンチプレスで胸に効かずに肩や腕ばっかりに効いている方であれば、このまま続けているといずれ肩や肘を痛めるなとか、効かないことでどこに負担がかかっているのか、また先々どこに負担がかかってどう怪我するのかな、この可能性が高いかなというところを予想できるようになりますよね。体の特徴を知ることで怪我の予想もできるし、当然予防にもなりますので、長くトレーニングを続けやすくなるというか、怪我でトレーニングできない期間を作らないというところにもつながるかなと思います。皆さんベンチプレスわりかし好きだと思うので、ベンチプレスを分かりやすく例に例えてみようと思うのですが、ベンチプレスの時に胸に刺激が入らないという特徴がある、苦手部位があるとすれば、自分の柔軟性どこが足りていないのかなというところを考えるきっかけになると思います。例えば胸椎ですね、ここが硬かったりとか、腕が強いので腕ばっかりに刺激が入っていたりとかっていうところが見えてくると思います。自分の体の特徴を知ることで胸の高さの背骨が硬いんだったら、ここを柔らかく大きく使えるようなストレッチであったりとかコンディショニングを行おうかなっていうところを学べるようになると思います。そうすることで、胸ももちろん効きやすくなるんですけど、背中の発達にもね、実はつながってくるというか、体はつながってますのでね、いろんなところに波及してよりバランスの良いかっこいい体になっていくと思います。またベンチプレスで腕ばっかり
疲れる、腕ばっかり発達しちゃうっていう人は重量が伸びてくることで肘に負担がかかってくるかなとは思うので、まあ、先にウォーミングアップ、肘しっかり温めておいたりとか肘サポーターを予防的につけておくっていうところの選択も取りやすくなると思います。これは肘に違和感が出たり、痛みが出てから対策でサポーター使い出すよりもですね、怪我は抱える前に先に予防しておいた方がいいので、ベンチプレスとか高重量をこなす種目で、腕により効いちゃうっていう方は僕はもう予防的にサポーター使ってもいいのかなと考えております。私の例ですけども、トレーニング始めてからずっと腕を使いすぎてはいけないっていう空手をやっていたので、やっぱ体幹部をしっかり使って、腕の力に頼りすぎる動きはあまり良くないとずっと言われてきたので、腕の筋肉をあまり使わない動作がずっと身についていました。なのでラットプルなどを行っていても広背筋などにはしっかり刺激が入るんですが、腕ほとんど使わないという、もう引っ掛けるだけの状態でトレーニングするっていうところをずっとやっていましたので、全身の筋肉のバランスに比べてやっぱ腕の発達は遅れてるなと感じていました。なので自分の特徴として小指側を使って腕をほとんど使わずに背中のトレーニングを行うという癖があったので、それも気化数意識の上ではいいんですけど、あまりそれをやりすぎると今度筋肉の発達のアンバランスが生まれてしまうので、私の場合は上背部が特に弱かったりとか、腕が体幹部に比べて細い、刺激があんまり入っていないというところが解剖であったりとかトレーニングを学ぶことで分かってきたので、親指側ではほとんど握らなかったんですけど、しっかり握って腕を使ってトレーニングをするっていうところを意識した結果、今まで入っていなかった上背部や腕への刺激も、背中のトレーニングをやる上でも入るようになったので、基本的には腕使いすぎない方がいいとは言われるんですが、やはりこうしっかり握り込んで背中のトレーニングをするっていうのも体のバランスを整える上では結構大事な要素ではあったので、無意識にやっていて発達が遅れた部位に対しても、トレーニングを学んでですね、無意識にやってるアプローチを変えることでバランスが良くなって、怪我の予防であったりとか弱点部位がなくなるっていうところにつながった経験があります。苦手部位があるっていうところはトレーニングとか自分の体の特徴をしっかり知って意識的にアプローチをしないと体が変わらないということになりますので、苦手部位があることでなんかこうコンプレックスになったりとか焦ってネガティブになったりっていうのももちろん気持ちはわかるし、私もそうなることはあるんですけど、逆に自分の体をより深く知る、そうすることで苦手部位を克服するだけではなくて、バランスの良い体であったりとかトレーニングをより深く知って、いろんなアプローチができるようになるというきっかけにもなりますので、弱点部位はマイナスだけではなくてですね、これから長いトレーニング人生において弱点部位を克服するためにいろんなことを学ぶっていうところはトレーニングにおいての大きな財産になるとも思いますので、弱点部位があることを逆に生かしてこれからのトレーニングをより充実させると良いかなと思います。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。 B レジェンドの新商品の情報やセール情報も掲載されておりますので、概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。